お、フェイフェイ、ありがとうございます。センフェイ、ありがとうございます。センフェイ、ありがとうございます。佐野は切り抜きしか、俺もね、YouTube しか、出てきてからは生放送みたいなのを多分1、2回ぐらいで、あとは、最近になってね、ここ3月、4月ぐらいになって、YouTube、まあ、うちの放送って、うなちゃんマンが放送少なくなってきたから、うちに来る人たちもいるんだよ、うなちゃんマンの放送から。ね、アンチも、うなちゃんマンアンチも、普通のリスナーさんも、あとは被ってるリスナーさんもいるんだけど、俺が捕まってる間、うなちゃんマンの放送でね、これ、そうだ、今うなちゃんマンいないから言っていいか。ね、もうね、亡くなってしまったんで、うなちゃんマンもな、何日前か、前かに亡くなってしまったので、まあ、今だから言うけど、俺がね、今回逮捕されてて、刑務所に入ってる間、僕の放送にね、やってないじゃん。だその間、うなちゃんマンの放送行ってる人もね、少なからず、その、ツイキャスの子さんの人で、うなちゃんマン、俺とうなちゃんマンやったら俺を撮るけど、でも俺やってないから、ね、捕まってやってないので、うなちゃんマン行ってる人たちっていたんだよ。ね、その人たちが、うなちゃんマン投げ銭してたらしいよ。お茶爆を。はい。お茶箱をしてて、挨拶コメントして、お茶箱をして、まあ、ふわっちもね、うなちゃんもたまに見てたんだろうけど、ニコ生時代でも見てたんだろうけど、それでお茶箱をしてたんだけど、そう、そう、なんでうなちゃんもやらないんですか、お茶箱、前まで投げてたんだけど、ゆうがさんが出てきてね、ゆうがさんのところ行ってるんで、最近うなちゃんマンの放送見に行ってないんですけど、っていうのを結構何人か、もらってたんだよ、そういう連絡を受けてて、俺が出てきたから、うなちゃんは稼げなくなったかもしれないな、もしかしたら。だから俺がやってないじゃん。いや、だから、うなちゃんの放送行って、で、うなちゃんに挨拶コメントして、お茶爆ね、少し投げたりとかしてたんだろうけど、ね、数人こうやって連絡いただいた。はい。なんで、まあそういうのを踏まえて、ね、僕が出てきたから、あ、うなちゃんマン亡くなった？ネタだぞ。ネタネタ。ガチになるんだな。あ、そうそうそう。配信者として、な、配信者として今やってなくて、もうね、20日間以上やってないわけでしょ？それプラス、もう最近の放送見てても枠開いてても、ね、やってんのかやってないのかわかんないし、正直話題にもわかんないでしょ？だからもう配信者うなちゃんマンとしては、亡くなったんじゃない？死んだということではなく、配信者うなちゃんマンとしては俺は亡くなったとは思ってますけどね。で、今回まあね、20日間以上も放送してないわけだから、もういない。このようにいない。ね、俺らどうせね、うなちゃんマンが配信しなきゃ俺は関わりないし、皆さんもうなちゃんマン配信しなきゃ関わりがないでしょ。うん。だから、配信者うなちゃんマンとしては、お亡くなりになったのかなと俺は思いますけど。それで、最近、うなちゃんマンになんか連絡して、電話番号が使えないって言ってる人、いるよね、何人か。俺もツイッター上で見たりとか、してますけど、女性の方とか男性の方とか、なんか、うなちゃんマンに連絡したけど、その電話は使われておりませんと、そういう風なのがあると。多分ね、末尾が1213の電話番号じゃない？それ。末尾が。なので、0なんとか、0なんとか0のなんとかなんとかの1213っていう電話番号。多分ね、それをうなちゃんマン使ってたんだよな。たんだよ、過去に。で、多分ね、他の人たちが知ってたのも多分その番号で、それも多分電話番号を、多分かけてんじゃないか。わからんけど。4年前になんか電話番号を聞いた人が電話かけちゃってたんだけど、ね。それ1213の番号だって俺聞いたんだよ、それ。その女性配信者からね。聞いたので、だからその番号が使われておりませんは当たり前なんだよな、まず。ただまあ、よっさんがなんか通話、なんか、他の、かけた人から情報を聞いたら、うなちゃんマンは、その電話が、今の最新の電話が使えないっていう情報はあるけどな。ただそれが本当なのか、どの番号なのかわからないんでね。そうそう。佐野、偉そうに、偉そうに言うてたから、リアルだけで生活したらやられるよ、ということ？やられるの、何？話がわからない。うなちゃんマンが偉そうに言うてたから、放送で、なんか偉そうに言ったろ？リアルだけで生活したらやられる、ということ？
リアルに生活していたらやられるという。全然意味がわからんよな。そのコメントだけ読んでたら、何のことなのかをちょっとわからんよな。偉そうに、まあ配信で言ってたけど、偉そうにしてたから、言ってたから、リアルで生活したらやられる。そのコメントだけ見、意味がちょっと、全くもって意味がわからんな。そこの内容は。ちょっとわからんな。すまんな。傍若無人がなぜか行か、なぜか行かない鍵があるのに台本だろう。そこね。そこ。ミエルの属名さん。ミエルの属名さん。インターネットのです。あなたのコメントを見る限りはインターネットのね、台本。うん、台本ではないな。うん、台本ではなくな。台本ではなく、傍若無人は、うなちゃんマンの何らかしらの事情を知っていて、放送がやれない。な、理由があるから、ね、それを知っているから、傍若無人は。だから、うなちゃんマンの家に行かないだけ、鍵を持ってても行かないだけで、別に傍若とうなちゃんマンが何か台本組んで放送を盛り上げようとか、そういうことではないんだな。ではなくな。うん。ではなく、何らかしらのうなちゃんマンが、現状打破のためにね、そのために、自分の生活のことな。現状打破のために、とりあえず放送ができない。うん。例えば、引っ越し。まあ、二つなんだよ。もう、これ二つに絞られるのよ。二つに。引っ越しな。今の家の家賃を、ね、一ヶ月遅れとか二ヶ月遅れとかになっている。ゴロいらっしゃい。その状況の中、家賃が高いので、結構厳しいと。今の収入からだと厳しいので、引っ越しをしようというふうに考えている。そこもある。ね、追い出されるんじゃないかな。そこをまず一つ、新規列。もう一つ。現在、収入、投げ銭、ツイキャスというもので投げ銭をもらったりとか、直売りっていうものが少なすぎてな。少なすぎて、ね、生活ができない状態。リスナーさんもなかなかね、投げてくれない。思うように、ね、3万とか2万ぐらいしかない。ね、毎月の収入があっても4、5万。その状態で生活ができないので、生活保護をもらい、な。生活保護をもらい、生活の再建。まあそこの部分って、まあ俺はね、今のところだと、生活の再建、生活保護。ここが一番でかいと思ってる。放送しながら生活保護を受けてるとする通報が入ってしまったりとかいろいろするので、だからその生活保護の申請の許可が通って、少し落ち着くまでは俺は放送しないんじゃないかなと思ってる。生活保護をもらって少し安定。なぜ、これはね、理由なんだけど、生活保護をもらってね、生活保護をもらって生活ができて、そんで安定、ね、このまあ生活ができます。その中で途中から放送すれば、とりあえず家賃分の分は払い続けることができるので、まあプラマイゼロにすることができる。今マイナスなので。はい。なので、それをとりあえずプラマイゼロにした上で配信する。うん、そんで配信で収益を得れるようになったりとか、多少入ってくればその生活保護費はね、返さなくちゃいけない部分もあるし、もしくはね、生活保護アンチとかに通報されて切られる。それも計算の上で、俺は今とりあえず生活再建のために、生活保護の申請し、許可をね、なったのかなってないのかわからないけど、まあ、そこら辺をやってるんじゃないかなと。俺生活が安定したらっていうか、生活保護のお金をもらって、そしたら配信すると思うよ。知恵いらっしゃい。俺はそれが一番だと思ってる。今の状況は。で、傍若無人がお金を持ってるふりしてるから、皆さんお金持ってると思ってるかもしれないけど、ね、うなちゃんマンにいくら貸した、総額いくら貸したとかどうこう言ってるんだけど、俺はそこまでではないと思ってるし、正直。で、その毎月、じゃあうなちゃんマンに傍若が渡してるお金っていう、多少ね、支援してるのかもしれないけど、そんなのもたかが知れてると思う。ほら、せいぜいね、その、1万とか2万とか、せいぜいそこら辺だと思いますよ。1、2万。うん。なんか困った時に、最初の頃はね、その、うなちゃんマン利用したい、近づきたいから傍若は多少慣れてもあげてたんだろうけど、俺は多分1、2万円ぐらいしか支援してないと思っている。その他にね、うなちゃんマンの囲いでね、平取っているけど、まあそういうのの支援も、俺正直そんな多いと思ってないので、サクセスいらっしゃい。昔のうなちゃんマンの囲いのね、お金持ちたちとは違って、そこまでではないと思うので、そう考えると俺は厳しいんじゃないかなと思いますね。
マゼに不義理したのは運の月、まあマゼさんに不義理をしたというか、マゼさんの願いはね、お店を週1回でもいいから開いてくれ、これさえ守ってれば正直うなちゃんマンにマゼさんは支援をし続けたと思う。それはね、マゼさんはやっぱりそこの点はね、まずあのお店をね、開店するまでの間にいろんな人が協力してくれた、その人たちもの気持ちもそうだし、あとはうなちゃんマンのお店に行きたいと思っている人、そういうリスナーさんたちの気持ちも組んで、うなちゃんマンは週一でもいいからやってくれというね、マゼさんがうなちゃんマンに言ったんだけど、まあそれをやらなかったのが運の尽きじゃない。別に毎日やれると思ってないし、あのね、うなちゃんマンがお店を、決まった日にやるってのは無理だと思うよ。ただ週一回こうやってやってくれっていうふうにマゼさん言ってたので、まあそれをやらなかったことかな、一番は。そこは思います。お店に怖い人が来てからビビリでは続けられない。あの、そういうようなものは対処ができると思うんだよ。あの、うなちゃんマンの放送なんて一般のお客さんなんて来ないわけだ。放送じゃない。お店なんて一般のお客さん来ないんだな。うん。な、リスナーさん。ね。配信者。で、まぁ、あ、うなちゃんマンがさ、配信者って、最近の配信者はうなちゃんマンいじってさ、まぁ、あ、その、いじり倒して終わりで、なんか揉め事を起こしたりとか。そんなのでしょ。なんで配信者をもう元から入れるべきではないと思うし、まあ俺お店の携帯自体が間違ってると思うよ。うなちゃんマンが料理を作ったりとかして、ね、お客さんと喋る。うなちゃんマンの放送じゃなくてお店に行く人って何がしたいの？ね、皆さんうなちゃんマンのお店に行きたいと思ってる人、ね、少ないとは思うんだけど、もしお店をやってたら、皆さん行ったら、行くのならば、何のために行く？うなちゃんマンのお店に。何のために行く？俺がうなちゃんマンと行くのは、うなちゃんマンの料理を食べたいからでもないし、別にうなちゃんマンが作ってくれたお酒を飲みたいからでもないんですよ。うなちゃんマン生放送で見てる、ね、うなちゃんマンという配信者とトークがしたいから。会話がしたいから、話がしたいから行くんだ、お酒を飲みながら。な、うなちゃんマンの放送って昔はね、うなちゃんマン酒飲みながら、視聴者もお酒を飲みながらね。うん、そうやってうなちゃんマンの放送を楽しんでる人、アンチコメント打ってる人っていうのが多かったわけだけど、それをリアルで、現実で、こうやってお店でね、お客さんが行って、うなちゃんマンとトークをしたい。まあ、リアルアリーナ。昔で言うね。ニコ生で言うアリーナ、立ち見 A、B、C ってあったけど、リアルアリーナっていうところでうなちゃんマンとこうやって交流がしたい。ね。トークをしたいという、ね、トークを聞きたい。なのに、料理を作ったりとか、そういうのでうなちゃんマンと話す時間はない。な、そんなことをやってれば、やっぱり、そのお店のうなちゃんマンっていう売りもないし、お店の特徴もないので、そこが失敗じゃないか。好き。そこはね。だからまあそういう点、ちょっと失敗だったんじゃないかなと思う。一回は生で見たかった。俺はね、もううなちゃんマンと実際ね、会ったこともあるし、お店にも行ったことある。二回ぐらいかな、行ったことあるけど、やっぱり楽しかったぞ。楽しかった。まあ集団で行ったんだけど、ね、うちのリスナーさん何人かとこうやって行ったんだけど、楽しかったぞ、普通に。で、まあね、そこにいるね、俺が連れてきたっていうか、まあ俺もオフ会開いたんだけど、その時に何人かこうやって来た人間たちも、やっぱり俺とうなちゃんマンのこの掛け合いじゃないけど、トークを楽しんでくれたし、初級期いらっしゃい。まあそういうのを踏まえると、やっぱり、俺ら雑談配信者ってトークで生きて、配信者ゆいが、配信者うなちゃんマンっていうのを売りにして、ね、そこだけなので、佐野智則を聞いたって面白くないし、原忠之を聞いても面白くないので、やっぱり、配信者ゆいが配信者うなちゃんマンであるべきだったんじゃないかなと思うけどな。それは思います。まあその点ね、ちょっとお店の失敗は、うなは根はいいやつな。うなちゃんマン、まあ放送上ってさ、白龍さ、一体複数じゃん。
回複数なので、やっぱり1対1で喋ったりとか1対2とかで喋るのとは違って、1対複数なので、やっぱりこのままみんなに向けて喋るので、誰か固定した人間喋るわけではないので、話し方は変わるし、そのトーク内容も変わると思うんだけど、やっぱりお店に行ったりとかしてうなちゃんマンと接すると、普通にこっちも接してれば普通だよ、普通。少し面白いうなちゃんマンが見れるなーぐらいで、別に怒ったりとか、おい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 だおいおいとかないっすね。うなちゃんマン見る、もちろんうなちゃんマンらしいうなちゃんは見れるけど、悪いうなちゃんマンが別に、ね、接してくるわけではないので、こっちって、うん、実際にこっちが普通に接してれば、人として接してれば、あとね、うなちゃんマンのお店の失敗っていうのはもうこれいくつかあるの、僕の中で。あくまで、これは配信者ユイガとしての目線でのうなちゃんマンのお店の失敗した例ね。まず料理を作ったってことは、先ほど言った通り料理を作って話す時間がない。ね、お客さんと話す時間が少なかった。ね、逆に料理のことを突っ込まれていじられてうなちゃんマンが拗ねてしまうという、もしくはお客さんにいじられて終わってしまう、そういうのになって、まあ、しまったね。もう一つだ、もう一つ。もう一つなんだけど、何をしたんだっけ、俺。忘れちゃった。忘れちゃったよ。地方省かな。あ、あれだ。あれ。グリーンラベルを、ね、グリーンラベルを飲んで乾杯をしない。うなちゃんマンで言ったらね、まあ皆さん、古くから見てた方は知ってると思うんですけど、グリーンラベルっていうね、お酒、缶中杯、それで発泡酒か、あんたたち行くわよ、いいわね、あれ、あれを、あれを生放送で見てる人たちはみんなあの KP で KP っていうコメントがブワーッと流れたわけだ。ニコ生時代とかツイキャスやってた時もな、流れたわけだな。それをリアルでやっぱり見たいわけじゃん。だろ？そうすれば、あんなか、な、発泡酒がな、発泡酒がな、200円とか100円とか、そんなもん？それが別に800円でも売れるんだよ。1本800円で売れんの。それを一緒にやるがために。そういうのを取り入れて、うなちゃんマンっていう、あくまで佐野と森じゃなく、うなちゃんマンのお店だからみんな行ってるわけだから、そういううなちゃんマンらしいもの、今だったら、ね、何でもいいよ。お酒が入っ、お酒が入っただけなく、ちょっと高いお酒が入ったら、フラットバードナムルやったー、こういうふうなのを俺は取り入れたらよかったと思うんだよ、リアルで。リアルで、そういうやっぱり、うなちゃんマンをリアルで見たいんだから。だろ？生放送で見てるけど、リアルで見たい、リアルで会話したい、だから接しに行ってわざわざお金払っていくわけだから、それをちょっとやって、ぼったくりもほどほど、ぼったくりではないし、ぼったくりというのは正規の料金を提示してて、ね、500円ですよって言ってて、会計になったら800円ですよってなったら、これはぼったくりだよ、これはぼったくりです。そんなこと言ったら芸能人のさ、タオルとかあるだろ？タオルとかあるだろ？普通だったらタオルなんかさ、100均行けば100円で売ってるし、な、普通のお店でも300円とか400円ぐらいでタオルなんか売ってるわ。だろ？でも芸能人のグッズになったら、な、それが1000円とかになるでしょ？それが、じゃあぼったくりかってぼったくりじゃないでしょ？正規の金額を出していて、それをいつ、ね、金、ね、正規の金額を提示していて、それに関わらず会見の時になったら、それ以上の金額を請求される。これはぼったくりですから。ね。あのネットの人って言葉の使い方ちょっとね、間違ってると思いますよ。そういうところ、まあそれは思いますね。それは詐欺です。ぼったくりっていうのは詐欺じゃないのか。詐欺っていうのは罪名です。詐欺っていうのは罪名で、ぼったくりっていうのは詐欺じゃないんですか。ダメだね。やっぱりね、その、知識教養もなかったら、へりくつも述べる。まあ、これはダメですからね。ほんと、そんなことやってたら、な、嫌われますよ。なんでゲルゲと別れた？
なんでゲルゲと別れたか、一つの要因ではないので、もう複数の要因がありすぎちゃって。要因がありすぎちゃって、それについては、そこはな、いっぱいありすぎですね。まあ、ゲルが精神的に病んでる時に、そういう、なんていうかな、それに気づいてても何もしなかった。なんていうかな、まあ、ひどい言葉を投げかけたりとか、ね、家族のことを言ったりとか、ゲルゲのね、まあ、そういうこといろいろなこと、まあ、いろいろなことがありすぎてな、親方いらっしゃい。一つってことではないんでね。まあでも、ゲルゲーと別れてから、清正いらっしゃい。こうなったんじゃない。ゲルゲが重荷になったんじゃないな。ゲルゲが重荷。重荷というよりね、なんていうのかな、まあ難しいよな。いろんなことがありすぎるって。ゲルゲって金牌と関係ない。あ、ゲルゲと別れてから、ねえ、やっぱり、落ちたと思うよ、俺は。配信にも覇気なくなってきたし、ゲルゲのね、誹謗中傷、未練で誹謗中傷ずっと続けてきて、ね、逮捕もされたし、まあ、それの前にはね、ね、うなちゃんマンが長年飼ってた部長、な、フレンチブルドッグ、もう亡くなった。な、ゲルゲより付き合いが長いね、フレンチブルドッグの部長まで亡くなった。もうそこで罪だったんじゃないかな、部長が亡くなった時点で。俺はもうそう思ってたけどね、当時から。ゲルゲーと別れた時、まあその時もまだ収入もあったし閲覧もあったけど、だんだんとやっぱり長年にかけてゲルゲーの誹謗中傷をしてきたし、その間にまた部長が亡くなっていったからな、傍若がとどめを刺した。まあそこ関係ないだろうな。ふわっち時代もうなちゃんマンのツイキャスもね、最近のツイキャスやってたでしょ、と変わらなかったから。コメントは上がらなかったし、ね、新規で、ニコ生でミラーしてる人間たちがコメントしたりとか、もしくは新規で入ってきた人間がいても、あ？うなちゃんマン久しぶりです。久しぶりの人間は、来んじゃねえよ。俺の放送毎日見ろ。NG な。とか言ったら、ブロックな。とか言って、ふわっちブロックしてたし、ね、ね、なんだっけ？おすすめから来ました。俺がおすすめ乗るわけねえだろ。ブロックとか言って、もう何でもブロックしてた時代があったんで、まあ俺当時ニコ生やってたんだけど、ニコ生でミラーしてたんでね、俺はうなちゃんマンを。ひどい状況だったんで。ん？ガシャグだおら？ん？おめえよ！とか言うから、それが面白かったのに、それをブロックしちゃうから生きないという、もうちょっと生かしてからブロックすれば、リスナー盛り上がるんだけど、すぐブロックしちゃうっていう、ここはもう、ね、ふわっち時代からこれをやってたことなので、そういうところがね、ちょっと、あとはなんか、ね、うなちゃんマンさんは、モンハンやらねえんですかってね、俺はゲーム、モンハン？俺はゲームやらねえかよ。なんかし、それひらめいたんだろうな、その後。モンハン？お前ブロックな！とか言って、なんかね、モンハンのね、キャラクターでうなちゃんマンに似てる、なんか敵だかなんかわかんないけど、俺モンハン知らないからさ、なんかモンハンのキャラクターがいるっぽいんだよ。なんかそれでうなちゃんもなんか気づいたらしくて、アンチのね、ミラー放送、ニコ生でミラーやってる放送のところでヒントが出たんだろうな。うなちゃんもいつも自分の放送やりながらミラー開いてるから。うん。で気づいたらしくて、怒ってた。でブロックしてたわ。そんなのもあったな。そうそう、もうちょっとね、そのね、そういうアンチコメントも活かしながらやっていかないとね。モンハンダメです。禁句です。まあ、リスナーから嫌われてはいないと思うよ。パークいらっしゃい。嫌われてはいないよ。